トーマスの箱です。はい、トーマスにもらった不思議な箱、これを開けてみることにいたしましょう。よいしょっと開けます。こういうことですかね。ああ、なるほどなるほど。桑田君の歌声ですが、はい、ブーさんからいただいております。いつも掃除しながら楽しませてもらっております。まあ、ながら族なんですけどもね、昨日外資ホール2というのは6日にいただいたお便りですから5日のことでしょうね、はい。外資ホールに桑田佳祐のコンサートに友達と行ってきました。私、音楽を聞くとなると車の中ぐらいで、ほぼ歌を知らない状態で行ったんで、どうかなと思ったんですが、よかった、歌がうまい大人のショーといった感じで、とにかく聴いていても見ていても楽しみました。会場の年齢層も40代以上といった感じ、おばあちゃんもいましたよ。落ち着いた感じでノリノリだったです。勘三郎さんが闘病中に桑田さんがお手紙を書いたそうですね。奥様同士が知り合いで、一度もお会いしたことはないそうですが、だから今日は悲しい出来事がありましたと、コンサートの締めはいつもの会場の皆さんと一本締めなんだそうですが、今日は頭を下げさせていただきますと、寂しさが現れておりました。うまく言い表せませんが、改めて勘九郎さんの、まあ、勘三郎さんですよね、はい、僕らついての、はい、功績、交友関係の広さ、影響力、存在感、ご冥福をお祈りいたします。皆様も本当にお体を大事にして、はい、ね、日々、はい、また過ごしてくださいねというお便り、はい、この話をして、この歌を歌ったらしい、はい、これがね、愛しい人へ刺さる歌という、勝手元泣きますね。すごい響くな、心に。桑田さんもほら、ついこの間病気大病して同じです、休養して、そして復活したでしょ。余計に本当にね、皆さんも経験あるかと思いますけども、はい、あの、生き死にの分かれ道、うん、で桑田くんも食道がん、はい、あの、勘三郎さんも食道がんということで、うん、ここで分かれるんで、僕で言うならば、よくニュースを読んだ時に、はい、心筋梗塞で亡くなられましたっていうのがあって、はい、やっぱりこの死に至る病の分かれ道をちょっと経験するとね、うん、ちょっと世の中変わりますね。何がどうで別れたのかなって、うん、そこにね、何か要因があるのかないのかわからないけど、うん、はい、うん、ということで、大好きなマンコーさんも5日と6日日本外資ホールで桑田さんがライブやってんで、もしかしたらこれ聞いてるかもわかりませんねっていうことでしたが、この頃読んだらひょっとしたらね、はい、なんかの都合でお聞きになってたかもわかりませんね。そういえば、そのやっぱりこのコンサートにも、うん、勘三郎さんのそんな話がということでしたがね。おや、この方、道路交通情報センターの三輪です。皆さん、あらあら、はい、皆さんからですか。勘三郎さんのご逝去の方に、初めてメールを送らせていただきます、はい、いつも情報をやってくれておりますかね。メールいただきました。今年のお正月は今年ですよ、東京隅田公園の平成中村座の初芝居から始まりました。演技担ぎで毎年1月は初詣初笑いと、この歌舞伎の初芝居からスタートしておりました。年の初めは歌舞伎役者さんの睨みで、自分に近づこうとする貧乏神や疫病神を追い払ってもらい、これで今年も大病しなくて済むわと喜んで帰ったものです。でも今年感激した中村座のあの勘三郎さんが亡くなるなんて、疫病神を追っ払ってくれた方が亡くなるなんて信じられません。ただただご冥福をお祈りしますと、まあ、今年はそういういろんな方がいろんな風に感じて、桑田佳祐であるならそういうな感じであり、道路交通情報センターの皆さんはそんな風に感じながらということで、多くの人の心に悲しみを残した勘三郎さんのニュースは今週の大きな出来事でありました。よいしょ。